皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もeFootball2023情報を紹介していきます。さあ皆さん、スキル追加実装されてもう早2ヶ月ぐらい経ったんですけど、順調でしょうか？私も結構ね、いいスキルが出たり出なかったりではあるんですけど、だんだんと GP 使える分がね、なくなってきております。困ってます。ということで今回は雑談メインの動画になりますので、まあじんわりやんわり聞いてください。ということで、ようやくすべての旧アカウントを使って、追加できたスキル出揃いました。メイン赤だけ、ヘッダーだけね、まだ出ていません。ヘッダーの出し方を教えてください。まあ、ようやく旧アカウント使って219回ぐらいでコンプって感じでしたね。多分皆さん一つのアカウント何かしら出てないスキルあるんじゃないかなと思うんですけど、どうしたら出るんですか？さあ皆さんのアカウントはどうでしょうか？私はすごい偏ってます。エッジターンとか時空ラターンとかノールックパス、ラボーナ、この辺はめちゃくちゃ出るんですけど、チェーシング、闘争心、ヘッダーは他のアカウントで出たのみですね。かなり少なくなってます。一応均一ってなってますけど、本当に均一なのかね、この数字を見るだけでも怪しくなっちゃいますね。皆さんのアカウントはどうでしょうか？よく出るスキル、そして全然出ないスキル、それぞれね、書いてほしいんですけど、なんかアカウントごとにそういうのありそうですよね。そして、ご報告の2つ目ですね。以前この動画を上げたと思うんですけど、いよいよ明日から新しい職場での仕事が始まるということで、 YouTube の活動が一部変更せざるを得なくなってます。具体的に活動する内容はそんなに変わんないんですけど、まあ、早速明日水曜日の公式予告画像がね、投稿された後に、今までは30分以内ぐらいで動画を上げてたんですけど、まあ、それもできなくなると思うので、その辺だけちょっと一部変わるよという話です。合わせて Twitter の活動もリアルタイムでの投稿とかはね、ちょっと厳しくなるので、まあその辺ね、おそらく情報に気づくの皆さんの方が早いと思うんで、こんな情報出てますよみたいなものを DM でくれたりすると助かります。はい、まあその他詳しい内容はね、この動画をぜひ確認してほしいので概要欄に貼っておこうと思います。ということで、こんな感じで活動はちょっと変わりますけど、これからもeFootball情報を随時紹介しておきますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。